はい、一芸ラジオ第8回です。りょうです、よろしくお願いします。山口です、よろしくお願いします。今回ですね、山口さんが昔脚本の何ですか、学校シナリオセンターってところ行ったんでね。シナリオセンターっていう名前なんですか。うん、まあ、脚本を書く技術を学ぶ学校に今行ってたと、うん、いうことなので、それなかなかね、あの普通の人を選択しない道でしょうから、ちょっとぜひお話を伺えたらなと思うんですけど、ね、まあ、まずなんで行こうと思ったかっていうところですね。もう元々演劇を立ち上げてたっていうところから始まってて、はいはいはい、それは劇団の立ち上げる後の話ですか。劇団立ち上げた後だね。あと、はい、劇団で公演したのが1本目が終わって、ちょっとこれ基礎的なところやっぱりないとまずいぞと思って、2本目を書いてるのと同時ぐらいに行ったのかな。で、まあ、シナリオセンターっていう青山にある脚本学校なんだけど、まあ、青山、うん、学校っていうか、まあ、講座を開いてる教室みたいなとこかな、はいはいはい、そこに、まあ、一番安かったから、はいはい、1週間に1回で半年間ぐらいかな、はい、通ってたんだね。そんないくつもあるんですか、学校自体。学校自体はね、何個かあった。で、ただまあ安かったから、はい、まあ、そこ選んだんだけど、はいはい、でもね、それがもうテレビドラマとか、まあ、あ、うん、それ系の方の、まあ、シナリオを書くっていう学校の講座ではあったから、うんうんうん、そうか、脚本って一口に言ってもまあいろいろあるんですね、うん、種類が。まあ、だから役者を目指す人たちっていうのはそのワークショップがあったりとか、ああ、はい、はい、まあ、演舞ゼミ、演劇ブックの多分講座なんだろうね、演舞ゼミっていうのがあったりとかすると思うんだけど、はい、まあ、役者の人たちがそうやって研鑽する中、自分も脚本家として何かやっぱり技術を身につけないといけないなと思って、あ、なるほど、そこにやっぱ半年ぐらい行ってみたんだよね、はいはい、ワークショップっていうのは役者が演技を学ぶ場所、そう、まあ、基礎的な発声だとか、まあ、主にこう劇団が主催してるやつですよね。劇団が主催してるやつだね、はい、で演舞ゼミに関してはその有名な、だからキャラメルのナリーさんだとか、はい、キラリのサドルロビッチとか、あとはまあ名前忘れちゃったな、まあ、まあ、何人かのこの小劇場の中とか、まあ、中劇場の中で主催をやってる人たちが1週間に1回ぐらいで半年ぐらいの講座を、まあ、何人かこう交代交代で受け持ちながら得意なところを教えるみたいな、うん、あ、いうようなやり方もあるんだけど、はいはい、まあ、その中で脚本を、まあ、脚本を教えてる劇団はないですからね。ないからね、まあ、学校に行くしかないと。一番ね、お、まあ、日本の中でも一番大きい学校講座ではあったんだよね、うん、あの有名なところではジェームス・ミキだとか、はい、内館牧子とか、はいはい、そういう人たちが講師を務めてたり、うん、あとあのビーチボーイズ、俺が行ってた時とちょうどビーチボーイズが終わったぐらいの時かな、うん、の岡田さんっていう人が、うん、もうそのシナリオ学校を卒業して行ったりだとか、うん、皆さんやっぱテレビ系の方なんですね。そう、はいはい、で何回かのその半年間の講座が終わって、次にあの、まあ、それは何人ぐらいだろうな、50人ぐらいいたのかな、50人対そんなに、うん、講師1 の、 その基礎的な手法だとかシナリオとはみたいなところの講座なんだけど、その後にあの卒業した後にあのゼミクラスみたいなやつがあって、そのゼミクラスみたいなやつはもうまたプラスでお金かかるんだけど、5人とか10人ぐらいで自分 の、 そのシナリオをちょっと1週間なり書いてきて、で批評し合うみたいな、あ、ちょっとアメリカチックですね、うん、はいはい、そういうような講座だった。そのシナリオを習うっていう最初の講習って何ですか、うん、何から習いました。最初に習うのはやっぱり、シナリオの構成、はい、まずだから何を題材にするか、だからそのテーマを決めて、あ、でそこからまあ、シノプスっていうあらすじみたいなやつをこう、はい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 、書くのね、はい、で次にあの構成、まあ、工程表みたいなのを作って、うんうん、だ第1第2第3第4みたいな、起承転結みたいな感じだよね、はいはいはい、場面展開も、はい、だから木が2場面、
起承転結の章が3番目みたいな、そういうふうな分け方をして、はいはい、どう最後テーマとして結びつけるかみたいな、そういう構成を習う、はいはい、であとまあもうなんていうかこうコンクールとか、うん、こう出版社に持ち込むみたいなことを想定してるから、こういうのはもうダメだよみたいなこと、はいはいはい、なるほど、もうこういうのを持ってきたらもう先生たちは読まないよって言われたのが、まずオカマが出てくること、うん、ほうほうほう、あとバンドの話、ほうほうほう、もうこんなのはもうね、みんなその書きやすいからみんなここ書いてくるから、あ、またかと思ってもう読みもしないって言ってた。へえ、そうですか。うん、オカマとバンド。オカマとバンドね。確かに小劇場を見に行くと、はい、オカマは多いよな。オカマ多いですね。うん、確かにな。だからオカマはなぜ書くかっていうと、だから男のキャラ、女のキャラっていうの、うん、まあ絶対人間二通りあるわけでしょ。はい、で第三のキャラでオカマって書きやすいのよ。うん、確かに、うん、そうロボットとか、うん、神様とかよりは全然書きやすい、ね、書きやすいでしょ、はい、だからオカマを書くってことはもうその脚本家の、はい、あの幅が知られちゃうわけよ。ああなるほど、うん、あこの人はもうキャラクターを肉付けできることすることはできないんだなみたいな、そうやって見られちゃうんですね。見られちゃう、はいはいはい、だからすごい何作も書いてオカマを書くんだったらもう大丈夫なんだけど、はいはいはい、もう最初の持ち込みとかコンクに出すのでオカマ出てきたら確かにいっぱい送られてくる中でもう呼ばないよな。そうかそうか、うん、あ男と女の中で書けなかったんだなって思われちゃうんですね。そうそうそう、思われちゃう。なるほどね。あとだから技術的に例えばそのペラ何枚とかね、その言い方としては原稿用用紙 の、うんうん、あの5を1枚目をそのペラっていうとか、はい、あの題名書くのにもまずその3行開けるとか、まあ、そういうのがなんていうかそう持ち込むための原稿をどうちゃんと基礎的なところに合ってるかみたいなところを、はい、うん、あとだからと書き、まあ、脚本っていうのはセリフがあって、うん、その間々のと書き、例えばドアを開けてヒロシが入ってくるとか、まあ、そういうと書きがあるんだけど動きですね、うん、はい、で例えばだからそれにリリリリリンリリリリリンとかだけじゃこれ分かんないわけよ、はいはいはい、でリリリンリリリンって黒電話が鳴ったとか、はい、そうすると書いてあることによって、あ黒電話を小道具さんが用意しなくちゃいけないんだなとか、そういうような、なるほど、うん、ちゃんとその小道具さんスタッフが困らないようなことを書きなさいとか、そういうテクニック的なところはやっぱり教わったよね。なるほど、うん、ただ電話が鳴ったじゃなくて、うん、黒電話とか携帯とか、うん、まあ、壁掛けの電話とか、まあ、そういうことですね。そうそうそう、うん、あでもねちょうどね電話がね、あの着信表示がついて、だから誰かが電話してきたかっていうのがちゃんと分かるようなのが、うん、技術がちょうど出てきたぐらいなんだよね。だから俺と書きで、はい、電話を取るで誰だと分かって出るみたいなシーンを書いたんだけど、はいはいはい、電話が先生に電話が来て、はい、まずそのもしもし誰ですかって聞かないと分かんないでしょとか言われたんだけど、はい、いや技術的にはもう分かるんだよっていう、はい、そういうなんていうか、はいはいはい、先生も60歳ぐらいの人だったから、あ携帯も持ってないような人だったんだよね当時、はいはい、うん、なるほどね、うん、まあ、そこから始まった、まあ、そうそうそう、形的なところですね、内容っていうよりはね、うん、形的なところだね、はい、そこから始まって、でそういうのばっかりですか、提出する用の技術、まあ、なんか履歴書の書き方みたいな。1週間に1回必ず中でテーマをまず与えられて、はい、そのテーマに対してあの肉付けして出すみたいなのが、あ幸せのテーマみたいなやつね、はいはいはい、でなんかねある生徒とかはその幸せっていうことに対してたこ焼き屋の話を持ってきたんだよね、はいはい、でたこ焼き屋のその夫妻がど、はい、この何気ない会話の中でこう たこ焼きをお客さんに売るっていうことで中で夫婦の会話がすごくこう、はい、何気ないところで幸せを感じてるみたいなね、ほろ確かにねそんなそのなんていうか場面だけではね、はい、ほろっとしねえだろうみたいな感じだけど、はいはいはい、そのセリフだけ聞くと確かにほろっとしたんだよね。あだテーマとどういう場面付けで、はい、うんうんうん、あのお客さんにどういうギャップを与えるかみたいな、そういうようなテクニックの話もあったよね。なるほど、うん、そうですね、幸せって言われてなんかこう病院の話、生と死、手術みたいな言われちゃうと、うんうん、もうなんか想像できちゃいますね。できちゃうからね。そうか、そういうのを裏切るのも一つ、うん、
そうかそうか。じゃあそういう中身に関してはテクニックを学ぶっていうよりも、まあ作ってくる、うん、添削する、うん、作ってくる添削すると。そう、赤入れはすごいされたよ。あ、うん、あ、でもそういうことしかできないですもんね。テクニックって言われても分かんないですもんね。それは半年で、うん、でもね、まあ一番大事なのはそういうようなあのテクニックよりもどれだけやっぱり人間観察ができるかだとは思うよ。そうですよね、うん、脚本だ、どれだけ小説を読んで映画を見てドラマを見て道行く人を研究して、うん、店員を研究して、はいはい、仕草を研究してみたいなね、はいはい、うん、どういう人がいるっていうなるべく多い引き出しをね、うん、入れないといけないですからね、うん、そうなんですよ。なんかこう全部自分の物差しでしか人見ない人は脚本書けないですよね、うん、そうだね。同じような人物しか出てこない、うん、同じようなセリフしか言わない、うん、みんな語尾一緒みたいな、うん、そうか。いや難しいですよね。いっぱいの人生を同時に書かないといけないわけですからね。そう、もうだからおじいさんって言ったらなんとかだのとか言っちゃうような感じはもうダメなわけで、なんとかじゃんみたいな、おじいさんだ、おじいちゃんだって言うかもしれないからね。はいはい、そうね、ありえねえよって言ってるおじいちゃんっているかもしれない。そうですね、そういう人をやっぱり街で見かけたりすると、うんうん、あ、ありえるんだなみたいな、うん、そこで。そうですね。うん、はい、そうです。俺より足早い80歳がいるわけだし、うん、実際に、うん。それをどうリアリティを持つかっていうことに、まあ脚本としてはかかってるわけだから、うんうんうん、そのためには人間観察として、お、いたじゃんと思うのはやっぱり一番早い。なるほど。うん、まあ街でらいっぱいいますからね。いっぱいいるから。うん、はい。確かにな。もう電車の中でいろいろ見るの好きだもんな。なんかこう、うん、なぜこう目の前にいる二人はここに座ることになったんだろうとか、うん、想像するの楽しいですよね。そう、俺なんかよくやっちゃうのは、あのやっぱりビジネス的な会社だとビジネス的なトークをこうしちゃうから、逆にこの若者的な言葉を聞かなくちゃと思うから、あ、はいはい、高校生の会話とかものすごい耳すまして聞いちゃう。ああ、こういう言葉遣いっていうかこういうやり取りなんだみたいな。はいはいはい、うん、あのそうするとツイッターとかおすすめですよ。あれ140文字じゃないですか、うん、の中にまあうまいこと詰め込んでくるんですよね、若い子たちが。びっくりしますよ。なんかパッと見だともうわけわかんないんですよ、うん、で多分ほとんどの50、60の人は、うん、まあ若者言葉はめちゃくちゃ日本語使いやがってで終わっちゃうんですけど、うん、日本語を理解してる上で、うん、そういう使い方をしてるんで、みんな、うん、ちゃんと読めばわかるんですよね、不思議なことに。めちゃくちゃなんですけど、うん、パッと見はだ、技術は多分俺上がってると思うんですよ、うん、日本語を扱うっていう、その綺麗な日本語はみんな忘れちゃったかもしれないですけど、うん、日本語っていうこの世界一難しい言語を巧みに使いこなしてるのがやっぱりツイッターと2ちゃんの人たちですよね、うん、すごいですよ。だそういうところの世界はやっぱり脚本書く人は知った方がいいよね。そうですそうです、うん、もちろんセリフでオツとかなんか言われても、うん、ちょっと言葉だと全然わかんないですけど、うん、ああいう文字でみんな生きてる世界だと、うん、すごいなと思いますもん。だから工藤は本当にそれをねすごい研究してんだよね。工藤出てますね、それなんか、うん、はいはいはい。だあの人はやっぱり結構衝撃的だった、うん、あの人がこう書いてるドラマとか見て、はい、あ、こういうやり取りをもう使っちゃうんだっていう、うん、で最初はね本当にちょっと聞きづれえなとか思ったんだけど、はい、だんだん慣れてきたら、はい、他の本とかがなんかあまりにも丁寧すぎてなんか耳障りな感じなんかめんどくさいですよね、うん、そうなんですよね、うん、なんか理解力が上がってんだか下がってんだか分かんないですけど、うん、なんか言葉がこう省略されてるものが多くなってるじゃないですか、うん、それをちゃんと、まあまずは自分が理解すると、うん、でそれを理解してもらえるように脚本にどう落とすかっていうのが、うん、まあ、できてる人ですよね、工藤勘だとね、うん、そう、そこは難しいですけどね。まあ丁寧にそれはねセリフ何十行も書けば誰だって分かるんですから、うん、それを一言一文字で全て伝えられたらそれはすごいですからね。やっぱ脚本書いてて一番大事なのは、まあ、役者に舐められないっていうことはある。だからそのお前が、俺が脚本家だった時はその役者にやっぱお前が考えてる以上に俺はもういろんな物事を考えてるんだからっていうことを分かるようなシグナルを送んないと舐められちゃうからそうですね、うん、これなんか伏線張ってるセリフなのに勝手に変えられちゃうとか、うん、そうなるとね、うん、そうだな、いっぱいあるんだろうなそういうこと。そう
だそういうのがやっぱりね大事だよね。そうですね、うん、でその辺はでも学校で習ったわけじゃないですもんね。それ出てやっぱり現場で、うん、実践だね。そうですよね、うん、いや50人だから当時生徒いて、はい、だ半年だから多分1年間で100人ぐらいその、うん、その学校だけでね、はい、脚本としての勉強を学んでる人はできてるんだと思うんだけど、はい、誰も世に出たって聞いてないからね。あ、うん、だからやっぱり狭き門なんだと思うよ。そうでしょうね、うん、で小説家だってだって新しく出てくる人2年に1人とか、うん、そんなもんですもんね。で工藤館なんて別にもう芝居をどんどん書いたって実践派でしょ。はいはい。あと今で言うとさ、そのラジオの構成とかテレビの構成とかやってる人たちが映画作ったりとか、うん、そうですね。それからやっぱり実践が大事だと思うんだよね。絶対そうですよ。え、やんないと分かんないですもん。そう、だからこのラジオだってあのやるまでは、うん、まあできるだろうっていう感覚がありましたけど、うん、やったらまあ出てくるいろいろ、うん、でそれを直していく上で、あ、そういえば俺聞いてる時こう思ってたなっていうのを思い出したりして、うん、でいいものに変えていくっていう作業の方が、うん、まあ先に習うよりも絶対身になりますよね。なるね。そうな、まあとりあえずやってみて慣れていくってね。はいはい、うん、まあ本当に仕事の一大プロジェクトの場合はすごいシミュレーション大事かもしれないけど、うん、まあその趣味の延長上になんか面白いことをどん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 やりたいみたいな時はもうとりあえずやってみるの大事だね。そうですね、うん、新しいものに興味を持って。そうですそうです、うん、いくらでも興味持って。今いくらでもありますから、うん、いろんな世界が。そうなんだよ、はい、手出そうと思えばいくらでも、うん、はいはい。もう本当に2日前にツイッターを知ってもうようやく始めてからね。はい、はい、そうですね、うん、まずこうリツイートってなんだってところから。そう、はい、量にすごく聞きながら。そうですよ、うん、もういくらでもありますよ楽しい世界が。まあでもツイッターってセルフの勉強になるかもしれないね。確かに、ね、なりますなります。うん、あれすごいですよ、まあ、しかもあの多分若い人が多いと思うんで、うん、使ってる人が、うん、そうすると何ですかね、変な何ですか、あの歯止めがないですから、うん、もう思ったことそのままもうボコ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 書いてくるんで、うん、まあ気持ちも純粋ですし、うん、言葉も純粋ですし、うん、もちろんそれがね悪い時もありますけど、うん、それをちょっと見て、ああこういう言葉遣いもありだなっていう。そうだね。でもまあ脚本家目線であればですけどね、うん、この一日本人の大人として見ると乱れてきたなっていうのはありますけど。そうなんだけど、まあそこはまあ見て見ぬふりだな。そうですね、しょうがないです、うん、だってそういう技術だし。そうですね、そういう発信なわけだからね。そうですそうです、うん、なんかなんだっけな、あっと昔の人は五七五にこう言葉を凝縮させて意味をなんですか分かってもらうのを遊びとしてやってたわけじゃないですか、うん、それが今140文字になって、うん、ツイッターとして生まれたみたいなこと書いてる高校生ぐらいの人がいて、うん、こいつすげえな、なんでこんな歴史にまで絡めちゃったって確かになと思いました。確かにあの俳句の中でなんすかいかにこう季語に中に愛の言葉を入れるかみたいなのが、うん、まあ昔はあったわけじゃないですか、ね、それを今140文字でいかに全てを伝えるかっていう、うん、だまあたまにねあの140文字目いっぱい使ってそれが10個ぐらいこうつながって1番2番3番4番5番みたいな、うん、あそういうのもあるんだツイートしてる人いますけど、うん、そうしたらツイッター向きじゃないんですよ。あブログに書けっていう話なんですよね。だもう一発でまとめられる、うん、快感を覚えたら多分楽しいですよ。あそういう人はあれだね、やっぱりこう話も簡潔で面白いことがね、そうですそうです訓練できるね。そうですそうです、うん、そうですね、その訓練になりますね、うん、営業っていうか、まあ、プレゼン能力というか、うんまあ、要点をだからどうまとめていくかっていう。そうですね、はい、そういう訓練になるな。なりますね、ぜひそういう訓練をツイッターで、うん、ツイッターでして脚本家としての道をそうですね開いてほしいみたいなまとめ方が、はい、いいじゃないですか。だから脚本家を目指してる人は学校で基礎を学び、うん、実践はツイッターで、うんはい、ぜひセリフ回しとか。そうだね、はい、でそれで例えばこうポロッとつぶやいた140文字が何ですか100人200人300人がリツイートしてくれるような言葉だったらそれすごいですね。すごいね。それぐらいの技術を持って舞台というか、うんまあ、実践の世界に出れば、うん、結構な脚本を書けると思いますよ。そうだな、はい、いいんじゃない、まあ、もしかしたらそういうあのキャッチフレーズの方いっちゃうかもしれないですけどね糸井なんとかさんみたいな
あのすごいですよね。あの人なんかもう一言ですからね。いやすごいよね。ゲームも開発しちゃってるわけだからね。あの人すごいです。マザー。マザー。うん。徳川埋蔵金も掘っちゃうんだから。そう。あの人で覚えてるのがあのもののけ姫の生きろって一言。うん、あそんなのあったっけ？あれも伊藤さんなんですけど、CM？ あれなんでしょう、ポスターというかまあキャッチフレーズですね。あれ伊藤さんか。あれ伊藤さんらしいです。でもののけ姫の話をもらって、うん、で作品の内容も聞いた上でもうすごい数提案したらしいんですけど、うん、もう早尾さんがもう門前払いで、うん、いや全然違う全然みたいな、うん、でしまいにはもう伊藤さんも諦めたらしいんですけど、うん、でそこで生きろっていう言葉をどっかで見つけて、うん、で生きることって当たり前だし、うん、この言葉聞いてる人が生きてるの当たり前だし、うん、命令形にする必要ない言葉じゃないですか、うん、だからこそ耳に残るっていう、ああなるほどね、っていうギャップであの一言生まれたと、もう早尾さん一発 OK みたいなこれだよっていうエピソードを俺唯一知ってます、伊藤さん。いやいいかっこいいよそれ、あれかっこいいですね、ちょっとリツイートしよう生きろって、はい、はい、じゃあこんなところで、はい、ありがとうございます、じゃあ生きろということで、はい、生きろでまとめていい、はい、はい、じゃあまあ頑張れっていう、はい、ありがとうございましたすいませんけどね